私たちの成長が世の中の課題まで解決する。味の素グループのアワーフィロソフィーにおいて2023年に発表した志を実現するのが味の素グループ Creating Shared Value ASV。 事業を通じて社会課題を解決しながら企業としてもさらに成長していくというもの。その実現のためには従業員一人一人の行動が不可欠です。注目すべきは味の素グループの志と従業員の志が重なる部分。それを見つけ、会社からやらされるのではなく ASV を自分ごと化し自ら進んで取り組むこと。そのために味の素グループでは独自の ASV マネジメントサイクルが機能しています。最初のステップは理解、納得。経営層が直接従業員との対話を実施、理解納得をした上で組織目標とリンクした個人目標を設定します。次は共感、共鳴。個人目標の顧客と提供価値を明確にし、 ASV にどうつながるのかを言語化、仲間と共有します。また社内外で従業員の ASV 事例を紹介。このようにして互いに認め合い、安心して挑戦できるようにしています。実行実現で一人一人が ASV の実現に向けチームで業務を遂行。さらに ASV を体現した取り組みを表彰する ASV アワードを開催。これらの取り組みを通じて創出した成果や喜びが従業員のASV エンゲージメントを向上させていきます。モニタリング改善ステップでは毎年従業員の ASV エンゲージメントの深度を分析。志への共感、顧客志向、生産性向上が一人当たりの売上高、事業利益に相関することを確認できています。このようにして抽出した課題を翌年の計画へ反映させます。この取り組みの結果、味の素グループの従業員エンゲージメントスコアは 76% を達成。2030年度には 85% を目指します。理解納得し、共感共鳴し、実行実現し、モニタリング改善する。味の素グループは ASV マネジメントサイクルを回し進化させることで、個人と組織が共に成長しながら企業価値を向上させていきます。